こんにちは、森有です。はい、すっごい絶賛胃腸炎なのです。まあそれはいいとしてですね、今日は2本続けて撮りたいと思います。なので久しぶりにあの三つ編みからですね、ちょっと今コテでちょっとまっすぐにしてですね、ちょっとだけでもシャレっ気出そうと思って、はい、まっすぐにしました。で今日はまあ金髪になっちゃってるので、まあ、本当に色がねだいぶ落ちてきて気になってしまってるので、眉毛の脱色をする時期かなと思いまして、はい、こちらエピラットです。脱色をしながらちょっとその時間に違うことをまたしていきたいなと思うので、これはまた一本の動画で出したいと思います。まあ早速エピラットしていきましょう。よいしょ。アップで見るとブリーチはちょっと残ってるんですけど、ただやっぱ菌がね強すぎるので、でもさ何回も使ってるけどさ本当にこれなくならないんだよね。結構ね使ってるんですけどなくならない。使い方は本当に毎回簡単なんですけれども、まあ、前も多分出したと思うんですが、この A と B のクリームを中に入ってるこの入れ物に混ぜて、ただこう塗っていくだけなんですけれども、割合は1対1の割合なので、でも何回分だろう、結構使えるかな。1ヶ月に1回ぐらいやってたらなくなると思うんですけども、久しぶりに脱色すれば、今までなんかさティントだったからさもう2ヶ月くらい脱色してないかな。こんな感じです。混ぜます。コットンもここにやるんですね。で今私使ってるコットンパフが耳なしのモフモフしたこんな感じのコットンなんですけれども、これじゃなくて耳ありの方がわさわさしないのでいいかなと思って耳ありを買ってきました。なのでこれをつけたいと思います。で普通に塗っていくだけなんですけど、目にちょっと入んないように皆さん気をつけてね。友達こことかにやってんの、鼻鼻。はい、でこれを放置して、なのでその間にちょっとこの Amazon の方を撮りたいと思いますので、この次の動画でこちらは見れると思います。ではこのちゃんと染まったかは、はい、ということで Amazon の開封は終わりました。若干ネタバレしてないか大丈夫かな。ということでですね、もうかれこれ15分ぐらい経ったので外していきたいと思います。多分ね今回ねそんなにじりじり痛みはなくて、まあ敏感な内容なんですけど、なんか痛いなっていうのがいつもあって色がちょっと落ちてる感じだったんですね。でそれは多分生理前だったりとかで、ちょうど今生理ぐらいなんですけど、生理ちょっと前ぐらいなのであんまね落ちてないと思うの色なので、ちょっと見てみたいと思います。ほら真っ赤になってる、痛いもんね。真っ赤になってますね。やっぱ敏感肌用でもやっぱり真っ赤になっちゃう。肌負けしちゃってますね今回は。やっぱ普通にホワイトブリーチでやるべきだったの。やばくない？はい、ということであんまり生理前にはよく髪染めとかも生理前とか生理の時ってあんま良くないって言うんですけど、まあ、自分セルフでやるにはね、これはね痛すぎる。ということでニベアを塗ってケアしたいと思います。まあ、色は落ちてますけど、うん、若干めっちゃ痛い。みんな気をつけてください。今回の染めはちょっとやっぱ真っ赤になって終わりました。では盛り上げでございました。それでは皆さん次回もお楽しみにしていてください。バイバーイ。すごいピンクに塗ったみたいになってるぞ。あっか、ほんと気をつけてみんな、やばい、痛い。